昭和12年に、まあ、伊藤製材所って言って、創業しました。僕で3代目ですね。僕のひいじいちゃんが立ち上げてですね、で僕の親父に移って僕に、はい、移ってます。化粧品の販売もしてるんですよね。それは、まあ、母親が、まあ、20数年前に、まあ、エヴァメール化粧品という化粧品でやって、それから、まあ、全国発送ここからですねしてるんですけど、まあ、それと今大津で美容室、まあ、それはまあ僕とか僕の妻とかメインにしてまあやってるんで、まあ平成21年にまあ組織変更で株式会社ソアというのを立ち上げて、まあ今は製材部門と化粧品部門と美容室部門で3部門でやってる会社になります。ちょうど8年前僕代表になった時なんですけど、その時あの九州豪雨災害があって、まあ、とてもこの被害が大きかったんですよね、うち自体が。でその時に、まあ、当時商工会青年部の、まあ、各県、まあ、九州内のメンバーがですね、3週間ぐらいで、まあ、うちだけでも延べ300人ぐらいボランティアに来てくれて、まあ、その時に、まあ、もう父親はもう辞めようと会社をっていうぐらいだったんですけども、まあその時若い、まあ、力がですね、まあ、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいはかかったんですけど、もう1回製材所ができるような形までしてくれて、まあ、その思いがあって、まあ、もう自分の力では立ち直られなかったけど、若い世代だったらもう1回ですね仕事ができるっていうことで、まあ、その時代を受ける形になったのが、まあ、いきさつかなと思います。はい、まあ、あと15年ぐらいで創業100年になるんですよね。もうとりあえずは僕自身の目標ですよね。そこまでは会社を、まあ、一世紀ですねあった会社として頑張ろうかなというのが、まあ、僕の励みというか今のモチベーションではなってますけど、はい、言い方悪いけどお客さんの前よりも社員の方が大事って僕は思ってます。もうこれだけやっぱ人材も少なくなってる、ね、中でもあるんですけども、だけど、まあ、クレームがあっても僕は社員を守ります。せっかく縁あってね、一緒におるんだっけ、なんか変な辞め方とかね、してほしくないんで、まあ、できる限り毎日毎日一緒って楽しくやってほしいなって思うぐらいですけど、やっぱり親世代も同じような環境で商工会にいて、僕たちがまたその後継者として同じような環境にいるんですよね。なので、なんかちっちゃい頃から遊んでたような先輩やら友達が、そのまま大人になっても同じような関係性があるっていうことが、とてもあのなんか仕事の中で、なんかスケールメリット大きいなと思って、まあ、僕自身はそのやっぱ災害の時のやっぱりこうなんだろう、人気応援なみんなの対応あの協力というか、まあ、それにすごく共感して、まあ、それ以降ですね、いろんな豪災害ってどこでもあってるんですけども、まあ、必ずボランティアには参加するようになってですね、まあ、今年もまあ4回ぐらいはちょっと足北とかですね、他の国の方とかにも行かせてもらって、そういう意味でなんかその、まあ本当に困ってる第三者、全然知らない人を助けるってすごいなと思ってですね、なんかそれに共感して、まあ、そのボランティア活動はすごく今熱心に頑張ってるかなと思いますけど、はい、石の上にも3年みたいな感じでですね、まあなんか一個形ができるまで、せっかくやり始めたんだったら根気よく諦めずにやってほしいなって、だからなんか3年ぐらい頑張ったらやっぱ何かしら、自分ができることで、あるんじゃないかなと思うんで、なんかすぐに諦めないでほしいっていうことですか。はい、はい、諦めたらゲームセットですと、何回ももうやめてしまうっていうか、もう倒産してもおかしくないぐらいの状況もあったんですけど、何かしら本当糸口っていうか諦めなければですね、また続けてまた、良くなっていくっていうことは可能じゃないかということで、本当何回も模索しながらやり続けた結果今があるんで、まあ本当仕事とは僕にとってもう諦めないことが、僕のポリシーというか信念かなと